川魚を放流しました。みんなの亀さん紹介第17回。こんにちは、亀太郎です。こんにちは、シャキです。いきなりだけど川魚です。どうしたの？新しい池に入れようと思って買ったのよ。けどまだ池ができてないからさ、こっちの池に入れておくのよ。そうなんだ。いつになったらできるのよ。もう少しかかります。早くしないとみんな冬眠から覚めちゃうんだから頑張ってよ。わかりました。今日はみんなの亀さん紹介をするからね。あ、久しぶりの亀さん紹介だね。いつも一人の方しか紹介してないんだけど、今回は2名の方を紹介します。まず最初は第6回で紹介させてもらったチヨさんとハグさん夫婦の亀さん、クッチーさんです。クッチーさんは2回目の登場です。あ、クッチーさんって運動が好きな亀さんだったよね。そうよ、よく覚えてるね。そしてその次はノゾタートルさんの亀さん、パイナップルくんです。パイナップルくんはこのコーナーでは初めて登場する亀さんの種類で、運球という亀さんです。へえ、運球は初めてだね。そうなのよね。ちなみに知らない人のために少し説明しますが、運球というのはクサガメとニホンイシガメの交雑種です。シャキちゃん詳しいね。シャキも勉強してるのよ。それではクッチーさんから紹介します。どうぞ。みんなのカメさん紹介第17回。まず紹介するのはクッチーさんです。第6回で紹介させてもらったのですが、見てない方もいるかと思うので少し紹介します。クッチーさんはチヨさん、ハグさん夫婦と一緒に暮らしているカメさんです。奥さんのハグさんが2歳の時から飼育していて、現在飼育27年目です。27歳のクッチーさんですが、趣味はトレーニングです。毎日体を鍛えています。掃除の時もトレーニングします。掃除中なのですが、クッチーさんは動体視力を鍛えています。5月12日にあったジャパンレプタイルズワールド東京の夏レプで大
パイナップルくんと出会いました。お迎えした当時は100円玉より少し大きいくらいの大きさでした。パイナップルくんはグリーンタイプという緑の発色が強い子だということで、お迎えした当時はこんな感じの色でした。今は少しずつ黄色くなってきたような気がします。僕はパイナップルです。よろしくね。僕は文久といって、クサガメとニホンイシガメの子供なんだ。クサガメともニホンイシガメとも少し違う僕の体を見てください。紹介もしますので、応募してくださいね。シャキからのお願いです。カメさんは非常に長生きです。飼育する際は、安易な気持ちでお迎えせずに、最後まで責任を持つようにしてくださいね。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。何行くよわざとやってんのかな。痛すぎるよ。亀太郎、チャンネル登録の説明をしてね。このボールを押せばチャンネル登録ができるよ。みんなチャンネル登録してね。よろしくお願いします。いててててて。